ご苦労様です。話は聞きましたか？噂ですが、彼らの聖域を我々が侵略したのが発端ということになっているようですね。これは相手の挑発だと思われます。現段階では揺さぶりをかけてきたというところでしょう。私は楽観視はしていません。挑発には乗らないように、相手の動向には注意しましょう。気にしてはいない。
そうだな。ユイドラ交渉会はウィルフレド・ディオンを新たなユイドラ領主として認め、その全権を委ねることをここに宣言いたします。おめでとうございます。これで正式にあなたがユイドラの領主となりました。おめでとうございます。ビル、おめでとう。領主になったんだから、もう少しいい格好をした方がいいかもね。ロサナ様みたいに。いや、私はいい。正気、少しお話がありますので、こちらへ。しばらくは相談役としてあなたを支えることになります。あなたにお伝えしなければならないこともあります。それも含めてです。ユイドラの領主として知っておかなければならないことがあります。まずは迷宮に向かい、管理区域の最深部へと行きましょう。そこに限られた者しか入れない場所があります。そこであなたの両親の最期についてもお話しします。私はこのような身ですので一緒に戦うことはできません。自分の身ぐらいは自分で守れますが、あなたならば
手助けなどなくともそこまで到達できるはずです。領主となればあなたが望むと望まざるとにかかわらず内外に敵が多くなります。十分お気をつけください。あなたご自身のことでもあります。あなたの命を狙う者が出てくるかもしれません。1年前にもありました。公表は避けましたが、1年前に第二代領主のガレドア将騎が襲われました。対外的にはそういうことになっているだけです。重傷を負い政務を続けることはおろか、交渉としても引退を余儀なくされました。それは無関係ではありませんが、別のことです。後日改めてお話しします。どこが安全とは言えません。王国連合内でも敵はいます。無論ディスナフロディもです。そのお考えは足元を救う結果になるかもしれません。それについても理解しています。ですが、今日の仲間がいつ裏切るかわからないのがこの国の現状です。心してくださいという話です。では失礼します。
漁師は大変でしょうから、でも私たちができる限りの力添えをしますので。なんだか途中でいなくなっちゃったけど。おめでとうございます、漁師様。なんだかすごく背中がムズムズする。ウィルはウィルなのにね。おめでとうございます。こんなに立派になって。すみません。これからも頑張ってくれよ。おめでとうございます、漁師様。ユイドラを幸せな国にしてください。おめでとうございます、漁師様。ユイドラのすべての子供を代表して、心よりお祝い申し上げます。
木を見ているだけだ。もはや逃げられぬか。口の減らぬやつだ。では聞こう、お前の任務は何だ。ことを終えた後、私たちを処分することではないのか。バカが、釜をかけただけだ。舐められたものだな。私が貴様ごときに切られると思うか。姉上ならなおさらだ。貴様らの思惑は分かった。帰って将軍に伝えろ。つごもりが貸しを返してもらいに行くと。後悔なぞし飽きた。姉上、あなたは父上と母上が腹を切った理由を知っていたのか。そして愚かだった私を守るために裏切ったのか。だとしたら私は行く。あなたが伝えようとしたことを私のこの口で伝えに行く。彼らは巻き込めない。これは私の問題だ。迷惑などかけたくない。姉上、今ならあなたが守ろうとしたものがわかる気がする。大切なものが増えるほどに人は弱くならざるを得ないのだな。せめて姉上の剣だけでも取り戻していきたいが、それも無理かもしれん。皆と別れるのは寂しいが、私がここにいなくてもきっと皆が守ってくれる。姉上が将軍に伝えようとした言葉を、今度は私が私なりの言葉で伝えに行くよ。ユイドラでは感謝の気持ちを何と言って伝えるか知っているか。姉上ならば知っているだろうな。ありがとうか。私には似合わぬ言葉だ。Yeah.